ぱり。今日は寒いから刺身が売れないんですけど。あ、そうなんですね。刺身もあるし。丸のものもあります。丸の魚もあるんですね。はい、このまま冷蔵庫の野菜。何がおすすめですかと言われる。野菜。野菜。ちょっとなくなった感じなんですけど、はい、午前中はカマスとかアジとか、いろいろありました。感じながら。もう夕方にはないんですよね。やっぱり仕入れは。神戸市は西で行ってます。一番近いんで、車で持って、便利です。で、そこで旬の魚を仕入れる。はい、大体旬の魚と、かれこれ、うちの父の代から50年くらい、一緒のここで仕入れてるんで、うちが買うのは大体よくあります。やっぱり季節とかその日によって仕入れる魚が違ってくるから、季節によって違いますし、曜日によってグローブとかが少しでもっていうのが大体分かっているので、この日が来る曜日にはそれを仕入れるようにします。例えばカレーとか月曜日とか水曜日にカレーが来る、月曜日、水曜日にカレーが来る、大体が固定客の人が多いんで、この人はあれ買うやろな、今日買ったら3日後ぐらいにこれ買うやろなみたいな感じで、それを目当てに仕入れてきます。お得意さんって大体どれぐらいのペースで買いに来られるんですか？週に